セーラーランド美のスイちゃんマンでーす。はい、ということで本日はですね、いよいよピーガロ11冴島大河、こちらのですね詳しい内容を説明していきたいんですけれども、本日はね有識者の方々にコメンテーターとして来ていただいております。それではご紹介しましょう、こちらのお二人です。まずはパチンコ有識者パチセブンセセリ君、よろしくお願いいたします。続いてガロ有識者テカル TVZ モーちゃん、よろしくお願いします。さあ、それではですね、お二人、まあ、いよいよ、まあ、楽しみというかですね、はい、導入も近づいてきているピーガロ11冴島大河ですけれども、まあ、私の方からですね、いろいろ説明の方させていただきますので、お二人も何かコメントとかですね、疑問質問あったらどんどん、はい、来ちゃってください。どうですか、最近はパチンコとかは。パチンコとかは、はい、やられてますか。パチンコね、やってて。あ、そうだね、パチンコやってないじゃないんだね、逆にね。年間330日ぐらい売ってますね。わ、ガロはどうですか。ガロでも最近ちょっとゴールドインパクトをしたくて、はい、てかこの前2人で、2人とか3人で、ね、ジャンジャンさんも入って3人でちょっと三世紀種を並びで売ったりとかやりましたね、しまして。呼ばれてない、呼ばれてないんですか。うん、あ続けてた、続けて、続けて、そう、そんなことありましたね。そんなこともあったりしてね、なんだかんだ三世さんの騎士はよく、はい、ありがとうございます、はい、プライベートも、はい、やらせてもらってます、はい、はい、はい、というですね、こんな爽やかな雰囲気で進めていきたいと思います。ではピーガロ11冴島大河紹介していきたいと思います。1ページ、はい、めくっていただきましょう、はい、今作のガロはですね、パチンコ完全オリジナルストーリーとなっておりまして、まあ騎手名に書いてあります通り、主役は冴島甲賀の父である冴島大河となっております。今までですね、あまり語られることの少なかった冴島大河ではありますけれど、今回はそんなですね、大河の知られざる戦いの記録が展開されていくという内容になっております。で、登場キャラクターたちもですね、今回オリジナルの、強敵のホラー、パルデだったり、大河とですね、共に戦っている四聖獣と呼ばれる青龍、白虎、朱雀、麒麟といった面々、さらにですね、ゴンザやザルバをはじめとするですね、名優たち、このあたりも注目していきたいと思います。はい、いいですか、質問。はい、これ、妄想してるんですけど、僕は、はい、これ、タイガは、これ、本編より若い頃っていう認識でいいんですか、これ。おっしゃる通り、オーラ来た今回は、まあ、今までですね、まあ、ドラマで、語られてきた、まあ、冴島甲賀だったり、ライガだったりのストーリー、その前の、はい、やっぱそうですよね。そうですね、なんか登場キャラクターを見てみたりとか、ちょっと雰囲気感を見ると、なんか若い頃意識してんのかなって思うんで、全盛期が見れるってことですね。そうなんです、大河の強い時の、はい、まあ、もちろんね、ずっと最後まで強いですし、うん、となった後もですね、めちゃくちゃ強いですけれども、うん、そうですね、若かりし頃の一番脂乗ってる時が見れるっていう、ね、確かに全く知らないです過去のですね、パチンコシリーズでも登場してきたけど、あまり登場回数が少なかったキャラだったりとか、うんうん、もちろん初登場のキャラだったりもいますんで、そのあたり新しいガロの世界がこのパチンコオリジナルで、皆さんにですね、見てもらえると、これは楽しみだね。ねえ、はい、改めてスペックの概要でございます。大当たり確率が 319.6 分の1、そしてまず一つここ注目してください、はい、ST のトータル突入率約 77% と、うん、非常にですね、まあ、入りやすい ST を体感しやすい確率になっております。そして ST の継続率、こちらはしっかりと約 81% となっております。はい、さらに、もちろんですね、右打ち中の大当たり、こちらは10ラウンドオール1500発の払い出し、加えてですね、大当たりの中には実質次回大当たり濃厚となる当たりもあるということなんで、おいおいおい、出玉性能もしっかりともちろんご用意しております。はい、さらに今回ロング ST 復活ということで、うん、ST 回数も150回、さらに通常大当たりで時短150回、これすごいな、うん、
ということで、通常当たり後の引き戻しもですね、40% 弱あると。いや通常でもしっかりとそこからチャンスがあるよというところでございます。ここまでどうですか、セリ君、パチンコ有識者として。そうですね、多分これを見てくださってる皆さんが気になるのは、はい、まあ、40% 引き戻すってことはそうなんだろうと思うんですけど、時短の要は抽選確率っていうのがどうなのかと思うんですけど、これ VST なんで、はい、319で150回もちろんございます。すごい、ね、はあ、変わってない、そこは、ね、すごいね。それは引き戻せる気しかしないですよね、150回、はい、まあ、通常って、まあ、時短なしとかもしくは時短100回という機種ありましたけれども、150回ありますので、はい、しっかりと ST も入りやすく体感しやすく、かつもちろんですね、 ST の性能もしっかりと、はい、手玉性能もしっかりあるという形になっております。それでは続いてですね、ゲーム性ゲームフローの方を紹介していきたいと思います。こちらです。ドン。まず、ゲームフロー、通常時319当てましょう。そこからですね、37図柄揃いの場合はビクトリーボーナス10ラウンド1500発プラスラッシュ直行と ST 直行となっております。ただメインとなるのはですね、37図柄以外の場合でございまして、こちらは新滅チャレンジ2ラウンド300個の払い出し、そしてファーストバトルでございます。ここに勝利することができれば ST 突入という形になります。図柄揃いからの ST 突入率は 63% となってます。そして先ほどお話ししたようにですね、 ST 直行とならなかった場合でも150回の時短新魔界ラッシュ、こちらがついてきます。ここで引き戻すことができればもちろん ST 突入でございます。そしていよいよ ST 突入、今回の ST は死生獣ラッシュロング ST、 ST 150回となってます。はい、そしてですね、この ST 一部には次回ラッシュ濃厚となる大当たりもあるということで、トータルの ST 継続率が 81% となっております。それではこの後いよいよそれぞれの詳しい演出の内容ですね、ここを見ていきたいと思います。まずは新滅チャレンジ、まあ、これ伝統のファーストバトルとなっておりまして、チャレンジ成功で ST 突入となります。ここね、2ルートありまして、画廊剣一撃ルート、そしてボタン連打ルートとございます。一撃ルートの場合は大チャンスとなってまして、演出成功で死生獣ラッシュ突入となっております。では死生獣ラッシュ ST いってみましょう。今回はですね、今までもですね、継承質も進化した演出となっておりまして、しっかり ST が楽しめる内容となっております。で、150回の ST3 パートに分かれてます。前半40回がガロゾーン、中盤100回が死生獣ゾーン、そして後半10回がラストチャンスでございます。で、まずですね、最初のガロゾーンですけれども、こちらはですね、モダンモード、クラシックモードの2種類から選択することができます。まあ、こちらはですね、後でもうちょっと詳しくお話ししたいと思います。そして中盤100回の死生獣ゾーン、ここは V 角ロング ST 王道のホラーバトルとなっております。そして、このバトルの中には本機オリジナルとなる死生獣 SP リーチというのも搭載されております。最後にですね、後半10回のラストチャンス、ここでは巨大融合ホラーを撃破することができれば大当たりとなっております。どうですか、モーちゃん、この3つの過去の構成も踏襲しつつというところですけども、気になりそうなところ。一番気になるのはやっぱこれですよね、本機オリジナルのリーチが ST 中にもあるっていうのが、うん、そう、パルデ、はい、ここでも登場してくると。でもこれ今回 ST 中はでもじっくりまたパルデとの戦いが見れる。そう、びっくりしたな、うるさー、ディレクターから返しが弱いからだから正直言うやん、全部しながら。へー、死生獣 SP リーチこれめちゃくちゃ見たいな。そう、しかも、はい、今回ちょっとまあ今までと少し変わってるところが、はい、ホラーバトルに関しては、うんうん、これまでは出てくるホラーの種類によって、まあ、危険度が、ね、まあ、分かれていたというところなんですけど、今回は、登場する、まあ、ガロと一緒に戦う死生獣の種類、うんうん、どれが降臨するかによって機体が変わるというシステムになっているっていうところ、赤田側が変わるってことですか。あ、そうです、あ、はい、なるほど、まあ、要は技がみたいなことなのかな。そうですね、うん、はい、なるほどなるほど。
続いてはガロゾーンですね。 ST 前半40回のガロゾーン、もうちょっと詳しくお話ししたいと思います。こちらがモダンモード、クラシックモードの2種類を、まあ、選べる、選択できるような形になっておりまして、それぞれですね、まあ、最終的にはボタンだったり画廊剣だったり、このデバイス操作で大当たりを目指すという形になっております。それぞれですね、まあ、風が吹けば大当たりだったり、同じの新音演出だったり、はい、この辺りは新旧というかですね、新しい演出、そしてこれまでを継承した演出、それぞれしっかり搭載しているという形になっております。はい、ここからはでは左打ち、まあ、通常時についてちょっと説明していきたいと思います。まずは通常時の4大演出からご紹介していきたいと思います。まず1つ目がですね、激震予告。こちらは変動中の画面フリーズから出現する演出となります。そして2つ目がレジェンドガロ予告。こちらはリーチ後に聖獣のムービーが流れるチャンス予告となっております。この2つどちらもですね、インパクトかなり大きめの通常時の予告となっております。そして残りの2つはですね、ガロ SP 絡みになります。3つ目、聖獣ルート。こちらは今回ですね、ガロ SP リーチ中に出現する、まあ、後期隊とルートとなっておりまして、 ST 中も登場してくるですね、死聖獣がこのガロ SP 中にも登場すれば大チャンスとなっております。そして最後はおなじみ、アメミア SP、 今回は玄武 SP リーチとなっております。揃ったか、はい、これで。そうなんですよ、はい、ついに揃ったね。あのガロファン、ガロ打ちからするともう最後はやっぱり玄武だね。そこがいつ登場してくるのかというところだったと思うんですけれども、これガロファンからすると大合流が、はい、あの玄武っぽいよねみたいな、はい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 、デザインしてたから、はい、だから出てこないんじゃないかなみたいなこともね、ささやかれてたんですけど、マウントしてもちろん最後に、はい、登場してきます。ではですね、まあ、もちろんこちらも注目してください。ガロ SP リーチ、はい、こちらも紹介したいと思います。ガロ SP 中の GFOG 出現で聖獣ルートとなっておりますけれども、今回はですね、ガロ SP リーチ、4種類プラスアメミア SP となっております。テムダン、シスラ、ダイガス、そしてグライケン、さらにはアメミア SP、 玄武 SP と、先ほど紹介しましたけれども、途中でですね、聖獣ルートが発生すれば大チャンスとなります。で、ただもちろん聖獣ルートを行かなくてもチャンスは、まあ、十二分にあるというところで、さらにですね、今回液晶暗転から突入する神滅重心ルート、まあ、いわゆる昔の広角重心パートに、ってことは7に変わっちゃったりそうするのかな、これなるんじゃないのって、資料だと分かんないよ、うん、まだ分からないんですけれども、でこのルートはねえ、ねえ胸厚でしたよ、来たらって思っちゃうね。今回今のところですね、通常時の4大演出、そしてガロ SP リーチ、こちらをですね、今紹介してきましたけれども、まあ、お二人から見て、その他にもこんな演出ってあるのとかですね、ここどうなってるのとかって気になるところって、アニメは、アニメ系のリーチとかはございます。あるのか、はい、それはあるのか、それはそっか、まあ、でもちろんね、ガロ保留だ、歴代のガロ剣保留、フェタ保留とかあるんですか、今回だけど。今回もフェタ保留あります。あるんだ、はい、色保留出ますか。色保留、いいとこ、そこいいとこかもしれない。色保留、はい、色保留はしっかりとありつつ、いつもとちょっと変わってるところもあるかもしれない。いや、あの目の付けどころやばいっす、マジで。本当にめっちゃ気になったそこは。やっぱね、ちょっと最近色がなんかね、うん、弱いなみたいなあったりしたから。そのあたりはもしかしたら、あ、これまでと変わってる部分あるかもしれません。では、最後になりますが、演出カスタマイズ機能。こちらを紹介させていただきたいと思います。今回はですね、まあ、ガロシリーズとしてはかなり初めての試みというのがございます。通常時、ラッシュ中それぞれありまして、まず通常時、はい、先読み設定いろいろとできるようになっております。チャンスだったり大チャンス、激アツ、さらに先読みをなし、先読みなしですね、これは先読み設定や、あと賛成フラッシュですね、こちらも設定できるようになってます。さらに注目が下の2つ、 FOG バレ設定、そしてケンブル設定と
この FOG 場で告知するとですね、まあ、その先で FOG 召喚濃厚となるという演出なんですけど、これがもうめちゃくちゃ絶妙で、僕ももうめちゃくちゃ推してます、はい、これ皆さんにぜひこの面白さちょっと体感していただきたいなと。ただの叫ばじゃないってことですか？じゃない。そして右宇宙ですね、ラッシュ中のカスタムもここ結構豊富になっておりまして、ノーマル、シンプル、一発告知というのが、まあ、基本のモードとして3つ選ぶことができます。さらにですね、ラッシュで当てていくとオリジナルカスタマイズというのを開放されまして、ここでは、まあ、スタンダード先読み系と告知系をですね、それぞれ、スタンダードや先読み SP、 先読みやつ、さらに、告知系も、風とかランプとか、あとサプライズなんていうですね、こういった形いろいろとカスタムできるし、さらに占有率も自分で選べると。こんなに細かくカスタマイズできるの？多分カスタマイズの占有率を変えられるのはなくて、それこそ三世さんでいうと巨人の星で、予告注目エースの、まあ期待度だっけな、期待の占有率でしょ、そう、三大演出注目演出、はい、を変えられるまではあったんだけど、多分カスタマイズのこの数値を変えられるの多分パチンコ機初めてじゃないですか。わー、すごいな。多分。それでは最後にですね、スペックのまとめでございますと、今日はですね一日いろいろと説明紹介させていただきましたけれども、次はいよ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 師団お二人に、やってもらう。まだ打てないんですね。まだですか？僕ら次打てるか、この後ということで、次回いよいよですね、師団という形になるんですけれども、お二人に、まあ、ここまでの説明も踏まえた上で、師団に向けての意気込みを教えていただきたいと思います。まずは初めてパチンコ有識者のセセミ君、お願いいたします。初めてだよな、師団で意気込みだよ。何万発出しますとかそんなんじゃないもんね、師団なんだから。あ、僕ですか、はい、僕ですか。そうですね、まあその通常時の保留の件がちょっとやっぱ気になる部分もありますし、はい、その ST 中もその流れがやっぱシリーズっぽいとかも気になるし、やっぱそのカスタマイズの設定とかも細かくできるっていうのがちょっとすごい気になるので、ちょっとその辺は新しいガロで初めてのことがいっぱいあるんで、すごい楽しみだなとは思ってます。さあ、そして、ガロ有識者のモーちゃん、どうですか、今何を思う、モーちゃんは何を思う何を今この時、いや新しい、今までいろいろね、あの歴代出てきておりました。そして今回11作目、さらに主役も初めて冴島大河新枠、さあどうだというところ。いや、でも普通に気になるポイントとしては、はい、やっぱりこの映像面、ガロ SP がまたね、はい、一段とかっこよくなってるのか、綺麗になってるのかっていうところも気になりますし、はい、その聖獣、地聖獣のそのパートだから、そのどういう活躍を見せるのかなっていう、そのタイガとも一緒の、はい、ね、ガロ SP の方で、ね、ルートに行ったら熱いよってのも言ってたし、だから青龍、この辺りがどうね、味方キャラとして活躍してくれるのかなっていうところもあったりとか、あとオンマンが言ってたその FOG バレ、それがね、どうね、多分高速とかがあったりとかして、それ崩れたらみたいなのがあったりするのかなとかね、妄想がはかだったりしてるので、そこも踏まえつつ、もうゴールとしては今日はシナのところで ST 中このパルデの非聖獣 SP リーチ、これを見たい、そこを出すまで俺は帰らないです。それはね、こちらとしてもぜひ出していただきたいと思います、はい、じゃあ止まりますから、はい、止まりはちょっと勘弁してください。帰りませんよ、帰ってください。では最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。次回はいよいよシナとなります、視聴者の皆さんもですね、それぞれ楽しみにしているポイントなどあると思いますので、ぜひそちらの動画でお確かめください、ご自身の目でお確かめください。それではまたお会いしましょう。せーの、さいちゃーん、いよいよシナだよ。全員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